皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス NE ボタンでございますけれどもですね、まあ今かなりゲーム業界面白い現象が起きてますよね。まあ面白いというのは、このストリートファイター6を作ったカプコンが出しているねゲーム、モンハンワールド、モンスターハンターワールドが6年ぶりに再度ブレイクしてるっていうね。なので同説が14万人とかスチームであったりする日もあったぐらいで、まあかなり異例のことですよね。というのもモンハンワールドの後に続編であるモンスターハンターライズで、その後のモンスターハンターライズ3ブレイクっていうのまで出てるんですよ。なのに今ブレイクしてるのはその前のワールドなんですよね。だからこのワールドがどれだけ評価が高いゲームだったかと、まあ自分もやっぱね、あのワールドが出た年のまあ、フェイバリットゲームはやっぱりモンハンだろうなと思いましたよね。で自分はそのリアルタイムで発売日からがっつりやるモンハンっていうのはワールドが初めてだったんですよ。まあ世代的にはあのセカンドとかサードとかやっててもおかしくなかったんですけども、まあ自分はねそういうタイプだったんですが、まあやりましたからね、むっちゃくちゃハマってやりましたからね。でなんか最近そんな流れもあって、いろんなストリーマーとかが結構ね、一からまた、多分過去のアカウント持ってる方も、またね、アカウント作り直してやってたりとかするんですよね。かなり面白い現象だと思いますよ。赤って。こんな感じですよね。なんかわかる気がする。で、今回、その、モンハンが流行った要因っていくつかあると思ってるんですよね。多分まあ一般的には今2024年の1月なんですが、2025年にモンハンの新作が出るというか発表もされてるんですよね。で今年がモンハンリリース何周年でしたっけ、15周年とか20周年とか30言い過ぎかみたいなね、こう節目の年でもあるんですよね。でさらに言うと去年の秋頃に出たモンハンナウっていうソシャゲ、まあ、いわゆるその位置を使ってやるゲームである、まあ、ポケモン GO を作ってる会社が作った、そんなね、ゲームがあるんですけども、まああれ、モンハンで、しかも結構ちゃんと面白いんですけど、でも、なんかその、モンハンやりたいなみたいな気持ちがね、ちょっと募るゲームでもあるんですよね。だから、なんかその、モンハンナウをちょっとやって、うわモンハンやりたいなで、今選択肢はワールドとライズがあるんだけどっていう時に、なんかでも最近ワールドやってる人多いらしいよみたいな。でもその頃はまだね数万ぐらいだったんですよ、同説やってる人が。でもなんかね、それがどんどん膨らんでいって、モンハンやりたいなーがワールドになって、で自分もねやっぱ先日こうね、今プレイステーションの、5なんですけども、このねモン、あ間違えた、これデーモンズソウルだ、モンハンワールドアイスボーンちょっとやりましたし、なんならセールで PS5 版のモンスターハンターライズとサンブレイクのセット買っちゃいましたからね。いやこれね面白い現象だと思いますよ。というわけでね、対戦やっていきましょう。いやでもねこれ結構すごいことだと思うんですよ。あんまりそのゲーム好き人間としてゲーム業界ずっとアンテナ張って生きてまいりましたが、あまり例がないと思うんですよね。うん、だからその今後、例えばこのストリートファイター6を6年後に再度同説を十何万人にするみたいなことがね、でもここにヒントがあると思うんでね、そういうのをうまくやればできるかもしれませんからね。いや、ほんと面白いなと思いますよね。しかもなんかね、今の時代って結構ストリーマーとか VTuber とかガーッとやると人気出るっていう現象あるんですけど、モンハンは逆なんですよ。なんかモンハンはじわじわと人気が出て、逆にストリーマーがそのなんかこう人を呼べそうな空気を察知してみたいなね、ところがありましてね、いや面白いんです。さあ今回ね、ランダムでランクマッチを5000やってまいりましょう。楽しみです。勝ち越しを目指していきます。うわ、高っ。ハメ、なんでやねん、あそら、やべやめろ、なんかいいことない、
おう、やめろブラ、やめろやめろ、よしよし、あ、どうするこれ、ラッキーすぎる、君の瞳にコパン散髪、ブラボー。でもね、ガイル自分使ってたから分かるんですけど、ちょっとね、DJ の弾2発出るやつめんどくさいんですよ。プラクティス、ならばこちらも DJ プラクティス、ガラララララガラララララララ、チー、ありがとう、君の瞳に、いいんでしょうか、こんなキャラクターがまかり通ってできることなし、できないことを多し、しかし火力が高いので 1,2 回の読み合いだけで勝てるというのが DJ のいいところ、皆様もぜひ使ってみてください。今日初めてスト6やります。さっきまでモンハンやってましたからね。そしてもともと DJ は使えない、でも今のプレイになってくれるのが DJ のいいと、あ、やべ、 DJ のいいところ。コパンから真空波動ってちょっとむずいですよね。なんか途中で昇竜とか挟めば出ると思うんですけど、弱弱弱真空波動っていうのはちょっと、あーやばい、これはね見せつけられると思います、本家の味をね。でもまあジュリは比較的使える方ですけど、でも怖くて爆捨てしちゃうっていうのが自分のジュリ。ちょっと待って、何今の、わかんない、硬直はわかんない。あ、違う、わかんないわかんない、うん、ちょっと飛びすぎですもんね。あぶねですね、ついてない、生きるかもしれない、そういうことはないですね。やばい、やっぱり本家の味を味わわされてる。こんなことしかできない、しない、終わったかもしれません。OD である必要ない、あ、ゲージがない、なぜ、一回どっかで使いましたっけ、怖い、あっ、あ、ああ緊張感がある時、ああとしか言ってなかったですね。違う、ガーケン打っちゃダメ、ラッキーです、安いな、てめてば、どうしよう、中足挟んじゃったな、マスにいらん、当たんのかい、あ、やべ相手の人、なにってなってましたね
今は正真正銘もう泥水をすするかのごとく勝ちたすぎてしょうがないぶっぱインパクトです。何も見てません。なんとかなれーの精神でなんとか勝てました。もう全5戦のうち3勝したらもう御の字ですからね。もっと上手い方はいや全勝師匠みたいなところあるかもしれませんけども、うまくないんでこれで十分です。でもいきなりリリーみたいの引くとマジで勝てないから、ちょっとここで練習をするっていうね。この今これ練習って言ってもただ動かしてるだけじゃないですか。ただねランダムをぜひ、ね、使っていただきたい。使っていただければ分かると思います。手にこのキャラの動きをなじませるってことが大事なんですよね。ただこれやりすぎると、例えばじゃあキンバリーとかジェイミーとか引いた時もなんかね手癖でリリーの動きしちゃったりするんですよ。昇竜拳が例えばキンバリーないのに昇竜 P で対空したりしちゃうんですよね。よくあるよくある。いやしかし今日元気だな。外はかなり雨降ってたり、場所によっては雪がめっちゃ降ってるらしいんですけど、家にいれば平和ですよ。ご飯も炊いた食べたチャーハン。あ、陽気な人。これは厳しいかもしれませんが、精一杯ベストを尽くしていきましょう。レートは1433。動かせないことバレたら終わりですね。おじゃバレバレバレ。お、嘘でしょ。またチャードンからのバーンからのデンガーンからのバクステ。そういうこと？はい。チャーナッシュ。中足にラッシュが2回ミスりましたからね。小学生のようなミス。怪物飛んでくる。来ないんかい。なにこれ、かっこいいけどよくわかんない。ドンベイビーオーライ。あのベイビー止まり何なんですか。ちょっとマジでどうしていいか分かんない。ヘイヘイヘイ。ちょっとマジで何も起きなかった。まずその自分のできないながらも拙いながらもこのランダムで使うキャラクターのその一応ルーティーンがあるわけですよ。戦いのルーティーンっていうのがね、そこと相手の人のルーティンの噛み合わせをちょっと良くしていかなくちゃ、まずそもそも戦いにならないわけですよね。で、自分がよくやるのは、まあ、リリーには無敵ないですけど、OD 昇竜とか一回パナして、ちょっとうるさいからちょっと静かにしてくださいみたいな、学級委員長的ムーブをするんですよね。だから、ブランカだと、その技名何でしたっけ？バーチカルか。バーチカルローリングみたいなね。読み合い。おいおいおい。はいはい。やめとくれー。ミスるのやめろマジで。言っちゃったみたいになっちゃった。おしゃれ、かっけー。何入れていいか分かんない。ちょっ、よし。燃えてみます。あーコマンドミスった。神サファリパー。ちょっと待ってください。真空波動 K か。合ってるかな、合ってるかな。はいほい。はい。
最悪。なんでだよ、信じらんない。すげえすげえ、しっかり硬直投げられましたね。いやすごかった。いやちょっとバレバレでしたか。いや一気に連敗しちゃったな。2連勝から2連敗、うわもっと楽に勝ち越したかった。あすごいな、やっぱり一流のマスタープレイヤーともなると見てから上げれるってわけなんですね。いやー誰引くかな、このレートでやっぱね DJ とかジュリとかケンとかね、なんかこうとりあえず間に合わせでマスターにバーッとなって、そっからでもあーなんか思ったより大変だなみたいなことになっちゃってる方多い気はしますね。この前ちょっとマリーザ振り返ったんだよな。サインアック、いいよー、どうしようかな。飛んでくる、飛んでこない、ラッキーバックドロップ、変な戦いだ噛み合ってなさすぎでしょ相手の人も噛み合ってないんですけど、どうしよう。落とさないとダメっすよね。あ、マジできつい。めっちゃ無言ですけどね。終わったかな。無念です。これあれですね、一応生きてはいるけど、なんとか繋いだー、悪問式、相手のことあららってなるようなシチュエーションじゃなかったですけどね。脅されるんだ、一応見てから撃ったんですけどね。ガーキャンいるか今、
マジ？いやあ、ありがとうございました。対戦楽しかったでございます。何も来なかった。ちょっとね、マリーザね、ほんと勝てないんですよね。いやー、ちょっとね、集中してやったんですが、あんまりいいことなかったですね。そしてリリーは引かなかった。まあ、それもそうだと20分の1ですからね。まあ、というわけでですね、まあ、今回の動画、何も起きずに終わろうかなというふうに思っているんですが、まあ、実は、今回の動画って、完全に今までの、まあ、手抜き会の動画なんですよね。やっぱりちょっと今時間がないもんですから、今日も動画3本撮ってアップロードしていかないと毎日更新を継続できないっていう中でね、ちょっとやっていたんですけれども、今回の試み、実はね、ここでネタ化するんですが、いつもよりもちょっとサムネイルを凝ってみたら数字がどうなるのかっていう実験なんですよね。だから中身はいつも通り何も起きてない動画なんですよ。まあ自分なりに精一杯戦って、そして負け越したというだけの動画なんですけども、ちょっと楽しみですよね。うん、でしかもそのここまで最後まで多分見てないんですよね、そのサムネに釣られて見た方っていうのもしいたら、まあ、だからちょっとね、こっから今から今日のサムネを作るんですが、ちょっと精一杯ね、釣れるような釣れるようなサムネ研究してね、やってみたいと思っておりますんでね、ぜひね、自分も楽しみで、皆さんもちょっと1日経ってからね、見に来てみたりしてみてください。今平均500再生とか600再生ぐらいしかないんで、まあこのサムネによってね、1000とかいくようだったら、ちょっと今後もね、釣っていこうかなと思っております。いかなかったらもうサムネ作るの大変なんでしません。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。